はい、今日は夏の補強について喋っていこうと思います。まあ、どんな選手が来るのか、どんな選手に来てほしいのかみたいな話をしていこうと思うんで、ぜひ最後までご覧になってください。よろしくね。はい、早速ですが、最初の選手は柴崎岳選手でございます。まあ、理想的な補強の一つに柴崎岳選手を挙げさせていただきました。まあ、なんでかっていうところですね。まあ、まず鹿島で、今やろうとしているビルドアップの部分であったりとかに取り組むにあたって、今一番いい人材なんじゃないかなっていうところもありますし、まあ、鹿島の地を濃くしようっていうところで、まあ、柴崎岳選手が夏に帰ってきてくれたら一番嬉しいかなっていうところと、まあ、契約が切れるタイミングでもあるので、まあ岳選手自身は多分、最後の最後まで、市場に残るつもりなのか、それとも、まあ、鹿島にすんなり帰ってきてくれるのか、他の J リーグのチームっていうことは多分、ね、鹿島の試合を見に来てたんでこの夏ないと思うんですけども、まあ、海外か鹿島かっていうところが天秤になってくるんじゃないかなというところでございましょうか。まあ、ピトカ選手がいない時に浮き彫りになった課題もありますし、まあ、中盤4枚、ボランチ4枚、戦力がいるっていうことはかなり大きいかなっていうところで、柴崎岳選手を挙げました。続いては外国人ストライカーというところで、まあ、ストライカーはいた方がいいですねっていうのが、まあ、ぶっちゃけですね、知念選手と垣田選手戻ってきたら、まあ、いらないかなとも思うところはあるんですけれども、まあ、現状エレキ選手が戦力として数えているかっていうのはかなり微妙。この前の試合も出場機会がなかったですしね、まあ、あんまり期待してるんだかしてないんだかよくわかんないですけど、まあ、チョイスとしては考えてないのかなっていうところは思いましたね。染野選手も、まあ、ちょっとチョイスから外せるれそうなぐらいの活躍しかできてませんので、その辺がどうなるかっていうところはちょっと注目ポイントですけど、まあ、そうなってくるとですね、外国人ストライカーいてもいいんじゃないかなっていうのが、枠も余ってますし、ミンテ選手が、レンタルで出ておりますんで、まあ、正直、1枚補強があってもいいんじゃないかなって思いますけど、夏に引っ張ってこれる外国人ストライカーがいるのかっていうところは、まあ、ありますけど、ちょうどよくタイミングが切れる選手でも、まあ、取ってこれれば、いいんじゃないかなというところで、まあ、1枚は期待したいところですねという感じです。続いて左サイドバックですね。まあ、なんで左サイドバックを上げたかっていうとですね、まあ、現状ですと、まあ、メンバー4人サイドバックいますよね。で、その中で、能野くんが、来シーズンの補強に入ってます。5人ですね、これで。まあ、正直ですね、5人で回していけば十分なんですけども、左サイドバックのレベルっていうところで、安西選手1枚ですね、しかいない。右サイドバックの選手が、左サイドバックに回ってみたいな試合も多いですし、溝口選手はカップ戦でしか出れなかったっていうところと、まあ、リーグには全く絡んでこないのと、まあ、あとはですね、今後カップ戦がないので、だったら一番左サイドバックを補強して、まあ、今シーズンはその中で切磋琢磨して、来シーズンレンタルで、溝口君を出して、能野君と新しく来た左サイドバックの選手と5枚体制っていう感じですかね。一番、まあ、人数バランス的にいいんじゃないかなっていうふうに思いましたんで、まあ、1枚左サイドバック選手の選手が入ってきてもいいんじゃないかなというふうに思います。以上です。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。